生き物ってみんな汗をかくの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。みんな暑いと汗をかくよね。なんで汗をかくんだと思う？それは暑くなりすぎちゃった体を冷ますため。ところで生き物ってみんな汗をかくのかな？どうなんだろう。答えは、汗をかく生き物とかかない生き物がいるよ。はーい、では汗をよくかく動物さん、手を挙げてください。ひひーん、僕は馬。僕ら馬もたくさん汗をかくよ。僕らカバや牛くんなんかもね。僕の汗は赤い色。僕らカバの肌はとっても弱いから、太陽の光から体を守るために汗をかくんだ。それに僕の汗は虫を寄せつけない働きもあるんだよ。僕は犬。私は猫。みんな汗をかいている犬や猫って見たことある？ないよね。僕らは汗をかかない。僕犬は代わりに舌をハーハー出して体に溜まった熱を出しているんだ。私たち猫はいつもちょうどいい温度の場所へ行くのよ。一方で僕たち昆虫は汗をかかない。俺たち爬虫類もな。僕らは体温を調節することができない。寒くなったら体も動かなくなっちゃう。だから汗もかかないんだ。僕たち鳥も体を冷やせる仕組みを持っているから汗をかかないよ。今日のまとめ。生き物には汗をかくものと汗をかかないものがいるよ。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。